折り紙切り紙、二つ折りの次に簡単な四つ折りの方法です。まず紙を二つ折りにします。これをくるりと90度回してもう一度折れば、これで四つ折りの完成です。簡単ですね。ここをパチンと切って広げると上下と左右が対称になる形が出来上がります。切るところを間違えるとバラバラになるので気をつけてくださいね。リボンの形に利用することができます。適当に切ってみると面白い形ができてくるのではないでしょうか。あと上下左右が対称の形といえば、こんなものを思いつきました。お寺でよく見かける三鼓章ですね。同じリボンの形ですが一工夫、切り込みを入れてみました。開いてよく伸ばしたら切り込みを入れたところを折り曲げます。こうすることでリボンも立体的になります。こちらは縦長の星ですね。リボンの周りに星を散りばめてみました。四つ折りができたら、今度は六つ折り、八つ折り、十折り、十二折りにも挑戦してみてください。